ライオアトゥルー、あなたは信じる、巷に転がるとして実紹介チャンネル、どうも小池です。アンバサダーの東江です。東江さん、はい、今日は何やら東江くんの持ち込み企画ということで。そうなんです。何でしょう。皆さん、小池スタジオ、今年の5月に始まりまして、はい、そうだよね、早7ヶ月が経ちました。早7ヶ月の前、生き抜まずさわからないけど、まあまあ2019年なんですよ、うん。これやはりですね、令和を代表するチャンネルとなりましてですね、僕たちも令和から始まったチャンネルだったら強いと思うんですよ。おそうそう、結構、うん、まあチャンネル登録者もね、もう間もなく7万人を、ね、超えるぐらいになります。それで今10秒に1回ぐらい噛んでるのよね。というわけでこの7ヶ月と7万人ということを記念してですね、6万人な、6万人超えたでしょ。7万人ではない。まもなく7万人。あ、なるほど。そう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 。だから7ヶ月が分からない。7万人をかけましてですね。あ、なるほど。今日は2019年の末ということもあるので、うん、この小安田の中で、うん、ベスト5を決めようと思います。なんか関係ないよ。ベスト7はとか7000をっていうんか思ったら。ベスト5って何なの。いや、というわけでね、今日はね、小安さんの中で、うん、まあ、みんなね、最近見た人もいると思うんですよ。確かにね。そう、うん、まあ、夏にこのチャンネル2万人ぐらい増えて、うんうん、そっからまた2万人ぐらい増えてね、うん、まあ、実質ほぼ全員新規なんですよ。ほぼ新規ではないけどね。はい、まあ、というわけでね、うん、この小安さんにはまだまだ面白い動画があるんだろうっていう、うん、まあ、このね、年末恒例の特番のような回です。なんか、覚醒剤中毒者みたいな路列の回り方してるけど大丈夫。え、やってないですよ。誰が騒じいやり方ですか。食べた方がいいよ、そういうの。本当に。本当、僕言ってない。僕に顔に今モザイクかけてほしいんですけど、この人が言ってるんだよ、いつも。じゃあ、言うの、ピー。ほんまに薬やってへん。ピーして。大丈夫。あの、オラフ。いや、人変えるんじゃないよ。こら。じゃあ、まだディズニーから怒られるわ、これ。もうまた始まらへんや。もうこれベスト5って言って。はい、では早速第5位の方を発表しようと思います。はい、それでは怖すぎる小安田都市伝説第5位。怖いをテーマにしてる。そんなこともない。え、だから怖いって言った今。いや、そういう雰囲気を大事にしてるチャンネルやったなと思って。はい、トラウマすぎる都市伝説第5位。セーラームーンの最終回トラウマレベル、そのクレームの理由とは、過去都市伝説というね。はいはいはい。セーラームーンの最終回というね、お話を掘り下げた回なんですけども。ああ、確かに、うん、そう、セーラームーンの最終回の皆さん知ってますか。クレームの嵐だったんですよ。うん、そう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 、そう、もう電話が鳴りやまんぐらいクレームが鳴ったらしくて、うんうん、どういう最終回だったかいう話をするんですけども。これね、マジで知らんくて、小池さんの話聞くまで。お、結論から言うと、全員死ぬんですよ。そうよ。そう、うん、びっくりしたなーと思って。まあ今でこそ結構主人公死の話ってあるけど、そう、女の子を見る番組で、うん、子供が見る番組で、そう、最終回手前で、まあ、全員死んじゃうっていうのは新鮮やんか。そう、しかも最後は主人公も死んじゃうんですけど、その前に、うん、友達ともう恋人すら全部失って孤独で最後ラスボスと戦うぜみたいなシナリオなんですね。そう、セーラームーンこと月のウサギだけ残って、うん、恋人の守るとかも死んじゃうね。そう、だからもうそんなかわいそうな状況で、うん、あ、最終回になってしまうんやみたいな。それはやっぱそれまで応援してた子供たちとか女の子はもうショックだよね。そう、これで本当に学校行けなくなっちゃった子とかもいるらしいからね。そう、うん、で今やってるプリキュアとかにももうこういうね、あのセーラームーンラストショックのようなことはやめようと。ああ、はあ、はあ、セーラームーンの最終回がひどね、この無駄死にとかをさせてしまったから。無駄死にではないんですよ。それこそショックやから、やめてそういうこと言うの。本当にそれこそクレームな鳴りやまない。本当ですか。本当ですか。電話になるんで。すいませんすいません。はいはい、はい、というわけでね、あのプリキュアとかではなるべく死のね表現を避けようと。そう、ね、よっぽど意味のある時以外はっていうね。慎重になってるよね。そうそうそう、という都市伝説があって、はいはい、でこの回で一番びっくりしたのが、うん、小池さんが言ってたんですけど、うん、タキシード仮面役に立っていないっていうことを言ってて。これ言ってたっけ。そうそう、美味しいとこだけ取っていくやつとか言ってて、はい、と思いましたね。はいはいはい、というわけでびっくりしたっていう回でした。はいはい、というわけで第4位発表しようと思います。はい、第4位はあの人気漫画が実際にプロ野球界に及ぼした影響がエグすぎて笑えない。いよいよ白書都市伝説。
これ初期だね。これ初期、初期、初期も初期だね。初期、初期。僕らの大好きな作品に、うん、ハンター×ハンターの作者が書いている幽々白書っていう漫画があるんですけど、うんうんうん、なんその回なんですよ、うん、で、これね、僕らの熱量が伝わった中めちゃくちゃ再生されてるんですね。ね、幽々白書って一つ時代が終わってるから、そうそう、まあ昔の作品で知らない人も多いからね。うん、だから今これが再生されたって嬉しかったね。いや、そうですね。でですね、この回どういう回やったかっていうと、はいはいはい、これね、まあプロ野球界にこの作品が影響を及ぼしたと言われてて、うん、それがどういうことか、うん、はい、まずですね、この時代の、まあ、プロ野球を代表するね、じゃプロ野球が気になるんだけど、えプロ野球はちょっと置いててもらっていいですか。じゃあプロ野球ね、はい、なんてプロ野球、いやいや、わざとやるんだよ。ちょっと大げさにやったな、今な。持ったな、持ったな。はい、じゃあこのプロ野球でね、はいはい、とても、まあ、代表的な選手がおったんすよ、はい、あの憎い巨人軍におった KK コンビ。え、じっくりってなんで一つの作品になんかアンチつくのって1個ランキングを発表するときアンチ食いてるよ今。あのね、清原桑田いうね、まあとんでもない化け物のような選手がおったんですよ。まあそれはだって巨人じゃなくて当時西武とかやったからさ、はいはい、あれいいじゃんそれで。はい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 、まあまあこういうやつらおったんですけども、やつらってなんやねん。この2人がですね、桑原というキャラのモデルになっておりまして、そうそう、桑原一馬って言って浦西雄介主人公のね、そう、そのライバルというか、まあ仲間がいたんだけど、そう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 、うん、まあ、桑田と清原から桑原で取ってね、そうそうそう、そう、名前もそういう感じで決めているんですけども、うん、なんとこの桑原、この二人から名前取ったにもかかわらず、うん、桑原が活躍する暗黒武術界編とか潜水編では、うん、なぜかこの KK コンビの調子が悪くなると。桑田とかって大投手じゃないですか。そうよ、有名よ。そう、清原もまあいろいろありましたけど、うん、まあ、A バッターじゃないですか。そりゃそうよ、ヒーローやったからね。そう、ただそんな二人が、まあ、桑田は負け越して、うん、京原も全然歌いに来た年があるんですよ、うん、それが桑原が活躍した年。あ、そのアニメとか漫画で桑原が活躍しちゃうと、そう、実際に名前のモデルになった KK コンビはあんまり実力を発揮してないってことだよね。そう、なるほど。で、まあ、事態を重く見たですね、まあ、プロ野球機構はですね、プロ野球機構、プロ野球機構 NPB はですね、はいはい、チャンプ編集部に殴り込みに行くわけですよ。それは都市伝説やからね、皆さんこれはね、あの本当っぽく言ってますけど、これは多分嘘だと思いますよ。そういう噂があったということですよ。そう、あの、うん、N 常さんとかがね、呼び出したらしいんすわ。当時の中野さんを。当時中野さんじゃない、編集長は。中野編集長好きね、なんか。好き好き。そうなんですけど、ジャンプの編集部の人を呼び出しまして、うん、ちょっと富樫に桑原活躍させるやめろと言ったらしいっすわ。うんうん、で、事態を重く見た富樫先生は。また事態重く見る。みんな事態重く見すぎちゃうか。いや、富樫先生も野球好きやから。あ、なるほど。そう、事態重く見た富樫先生は、うんうん、あ、桑原はもうダメだと、うんうん。こいつは大学進学をさせることにすると。確かに最後のね、魔界統一トーナメント編では桑原は、まあ出なかったからね。そう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 。うん、まあ、というわけで、もう桑原はみんなから置いてかれる結果になったっていうのがね、はいはいはい、これが原因であると。で、まあ、それが功を奏したのか、はい、その翌年の KK コンビ、うん、なんと桑田はもう勝ち越しましたし、おお、清原は打ちまくりました。ああ、薬じゃないですよ。ちょっと待って、俺ね、今とりあえずもうこれで4位終わりやな。4位終わりやな、俺な。4位と5位で共通点を2つ発見してしまって、1つ目はなぜか薬物売ってる人間が登場する。で、5位に言ってるボットやから。いや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 、そのじいさんとかオラフの声の人とか、まあ、ピエール滝とかさ、そこはなんかピー入れてくれやじゃない、この清原を名指して言われてめっちゃかわいそうやし。俺もう一個共通で見つけちゃったんですよ。なんすか、なんすか。なんと5位と4位、はい、夫婦。夫婦、おお、確かに。外橋先生と、はい、セーラームの竹内直子先生は、はい、夫婦なんで。ほんとですね。それたまたま、たまたまです。すごくないこれ。いや、これすごいっすわ、はい、そんな共通点を見つけられた小池さんにおすすめの第3位なんですけど、はい、おすすめって俺もおったやろ。ドラえもんとアンパンマンの怖い共通点。ちょっと俺喋ってたやつだな。俺いたかいやんそれ。知ってんもん俺。さぞ自分が見つけてきた都市伝説みたいな感じで言ってくるけど、俺言ってたもんこの話。いや、だからこの間小池さんがポケモンのやつ喋ってくれたじゃないですか。はいはいはい、はい、あの僕が喋ったから、だから小池さんが喋った回で選んでます。あ、なるほどね。はい、まあ、これまずおもろいのがまずサムネ、はい、が伸びた丸か一死んでいたっていう。とんでもないサムネ。なるほど。そう、もうこれが超面白くて、でこれどういう話かっていうと、あのどこでもドアってあるじゃないですか。ああ、その65万円ぐらいするどこでもドアなんですけど、ああ、このどこでもドアが、うん、
使うためにのび太くんは死んでるんじゃないかとっていうお話なんですけど、まあ、というのも仕組みってのがなんかドアノブになんか意思を読み取る装置がついてるらしくて、うんうん、で瞬間移動って普通できないじゃないですか今の世界できひんし、うんうん、あれは実はクローンを完全にコピーして遺伝子をコピーしてその先にそのクローンのコピー体がおると、うん、で意識だけをこう飛ばしてるんちゃうかなみたいな説なんですよ。そうだからファックスと同じね、今の若い世代はファックスあんま分かんないかもしれないけど、うん、まあ書いた文章をブーって読み込ますと送信先のもとでブーって復元されるのね。そう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 、それは別にその文字がそのまま飛んでるわけじゃなくて文字データを読み取って向こうで復元してるから、はい、一旦それは別のものになってると、はい、そうなるとどこでもドアをくぐった人間はそれはコピーされるだけで元のものは消滅されてるんじゃないの。そう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 、だから今ののび太くんはもう90代目とかかもしれないんですよ。確かにね、たくさん通ってるからね。そう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 、いや、大丈夫です、大丈夫、薬物の人間出てくるんだから。いや、ねクッキーさん、この回の時に、うん、この90代目って言った後に、うん、なんでそんな石川五右衛門みたいなんて、すげえ分かりにくいツッコミされてたなと。いやいや、分かりにくい余計。いや、言えやん、変えてるやん。石川五右衛門が何代目だか誰も知らんから。いいよ。13代目やからね、石川五右衛門は。らしいらしい。はい、はい、で、ドラえもんは、それでのび太くんクローンになってるよみたいな話で、うん、アンパンマンはなんか顔がこうちぎれるじゃないですか。ちぎれるって言い方よね。パーンって剛速球投げられて、うん、顔が入れ替わって、うん、その入れ替わった顔顔は実はまだ息があって、うん、それがカメルンルになってるんちゃうかみたいな。そうそうそう、で新しい顔は意識だけ取り組んでもう体は完全にクローンでできてるから大丈夫だよみたいな、うんうん、っていう怖い共通点があるよみたいなお話でした。なるほどね、はい、確かに。大丈夫、大丈夫です。はいはい、というわけで第2位の発表していこうと思います。何でしょうか。第2位、なぜ今アガサ博士黒幕説日本にアガサという名字が存在しない理由とは。名探偵コナン都市伝説なんで今やとほんまに思いますね。これ第1回目、これ第1回目。あ、懐かしいなあ。これね、まあ、アガサ博士がねあの方やってのは言われてるわけでじゃないですか世間で、うん、でそれをね青山先生が否定してるんですけど、うん、黒幕であるということは否定してないっていう。ああ、なるほど。ほんまにこの話したら4秒で終わるような内容を結構な時間かけて喋ったんですけど確かに本当にこれだけあのカラスマレイヤーが道路コールとかまあ言うてるんですけど、もうこれだけで、これ、ね、何がおもろいかってサムネなんですよこれね、めっちゃ再生されてるんですけど、サムネでアガサ博士がわしじゃよ、新一って言ってるんですよ。すごいなーと思って、それは俺には思いつかないなーと思って俺考えたやつね。そう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 、これすごいお気に入り、小安さんの中で一番お気に入りのサムネはこの第1回のサムネなんですよなるほど、はい、まあ、これすごい面白い回なんでぜひ見てください。面白いはい、それではこちらで第1位発表しようと思うんですけども、お楽しみ、まあ、その前に番外編ですね。番外編かっこ考察、意味コア、識別番号の秘密、マイナンバーの意味がやばい、かっこ約束のネバーランド、都市伝説。お、クロさん、ネバネバ、約ネバーって言っているね、クロさんの回なんですけども、はい、まあ、クロさん友達なんですけども、はいはいはい、なんとね、これ、小屋さんで一番再生されてる動画なんですよ。すごいよね、コラボ動画が一番っていいよね、なんかね。そう、小屋ちゃんもコラボ動画が一番再生されてるんですよ。あら、僕らはコラボによって生かされているチャンネル。あら、まあ、確かにこれ、めちゃくちゃ衝撃的やったし、そう、これ、本当にすごくて、まあ、これね、約束のネバーランドっていう作品は、なんか子供たちがその鬼に育てられてるんですね、うんうん、その食べるために。そうそうそう、でその囚人番号みたいに首元とかにその番号書かれてるんですけど、うん、その番号に意味があると、はいはいはい、でこの番号ってその主人公たちのね共通点があるみたいな、はいはいはい、でそれが指紋2桁が一緒とか、うんうん、それが94になってるとか、そういうことを説明した上で、はいはいはい、原作者がこの識別番号の秘密は4巻でありますっていう発言したことがあったらしくて、うんうんうん、コメントしてて、で4巻を見てみたらなんか鏡を見てるシーンがあるらしいんですよ。レイが4巻で見てて、うん、で見返したら1巻でもイザベラが見てるんですよ。そうそう、こうやってね、そう、生き残るのが私、そうで、この二人で共通点思いっきりあるじゃないですか。あるある。そう、じゃあこの子、まあ、この二人が見てて、あ、じゃあこれ鏡で見てるってことは反対から読んだら意味あるんちゃうかなっていう、はいはい、まあ、クロさんが気づかれたんですね。左右反転ね。そうで、左右反転で読んだら分かったことが、うん、まずこのたくさん子供たちいるんですけど、はい、12歳以下の子供たちが、はいはいはい、その反転してみると、うん、全員が生まれた順にちゃんとなるんですよ。はいはいはい。そうで、もう一個が連番の子がいないっていうことで、うんうん、でこれグリフィンドールちゃうわ。ちょっとハリウッドやからなんでグレースフィールドハウスにはグリフィンドールなぜグリフィンドール、あ、組み分け帽子のものね。いや
やいや全然似てないし。でちょっと僕ハリーやるんで。でなんで俺がやらしてるの。スリザリン今やだ、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 スリザリン今やだ。グリフィンドール。いやいや、ほらこうなるやん。いやいやおかしいやんそれ。で話は戻るんですけど、グレースフィールドハウスではそれ1から5まで塔があるから、うん、その同じ連番のやつは入れずにもこういうここに適当に振り分けてちゃうかと、うんうん、いうことと、過去に食用児が4万9000人はいたんじゃないかってことが、ね、こっから分かるっていう、うん、超すごい。すごいよね。いやめちゃくちゃこれすごかった。そうこういうのを知ると余計に約束のネバーランドっていう話が面白くなるし、うん、まあ、今もすごいなんか盛り上がってんじゃん。そうなんですよ。そうでもそれは全てこの辺から始まってんだよね。そうやっぱ脱獄編からね。そう、うん、もうこれ脱獄編がねアニメやって、うん、そこで終わってるんですけど、まあ、来年2期もやるし、うん、まあ、黒さんのチャンネルはぜひ役ネバー見てる方は見てほしいので、はい、もう本当面白い方です。はい、それでは記念すべき栄えある都市伝説、はい、発表させていただこうと思います。はい、ルル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 ル、世にも奇妙な物語やからそれ。ああ、ああって、ミンキーモモ。ミンキーモモの放送があると地震が起こるぜみたいな。あれタイトル言わへんの。タイトル言わへんの。タイトル言わないっす。なんでミンキーモモ。メモリ忘れた。さっきまでタイトルを正確に言ってたやん。急にミンキーモモ。サムネ出てるからこれ大丈夫よ全部の。あ、ごめんなさい。そう、サムネ出てるから今更そうの言わなくても大丈夫。びっくりした今なんかこれ、うん、地震を呼ぶアニメって言われてて、はいはいはい、まあ、これ46話がまず流れた時に、うん、まあ、これ46話ってどういう回かって言ったら、うん、その主人公が交通事故にあって、はいはいはい、でなんか作中でも葬式のシーンがあったら結構なんかリアルなんですよ、うんうん、そんなやっぱ不幸な話やったからかパワーを持ってるんですねこの作品は、うんうんうん、46話が放送すると地震が起きるんですよ。そうそう、そうそうそう、まあ、一応63話のこれまたタイトルが怖いんですけど、うん、さよならば言わないでっていう回とかでも地震起きてたりしてて、でこれなんと再放送でも地震が起きるんですよ。すごいよね。なんか放送するために地震が起こるから、そう、もう放送できなくなっちゃうみたいなね。そう、しかも地震はね、うん、震度2とか3とかこれも結構の地震ですよ、うんうん、でもあの阪神淡路大震災とかも起こってるんですよ。すごいよね。だからマジでやばい。いやマジでやばい。そうで、なんとこれ配信した日に、そう、小安田でもこれすごかった。そう、小安田でこれ配信した日に地震あったんですよ。これすごかったね。コメント欄とか見てほしい、その時。そうそうそう、え、地震マジ怖いとかね。いやだからマジで怖いなと思って。今も心配やな。そう、うん、え、だからこれ多分トランプさん見てると思うねんな。え、小安田。そう、小安田。そう、え、あ、ミンキーモモの話してるから人工地震起こさなみたいな。え、まずアメリカそんなことやってんのかいっていうツッコミもあるし、はい、トランプさんなんでここ見てんの。いや、ファンやねん。は小安田の。小安田の。いや、どういうこと。え、結構トランプさんあの部屋で見てるって言ってた。え、部屋で見てるって誰情報や。誰情報や。部屋で見てるって言ってたのは。いや、でもそれはちょっと言われへんわ。シークレットネットワークや。シークレットサービスじゃん。シークレットネットワークなんだ。というわけで、信じるか信じないかは信じていいんやん。はい、まあそんなわけでね、本日はトヤが選んだランキングでした。面白かったね。いやこれね、ほんとすごい、また僕復活したら僕のランキングもやりたいよ。ぜひ。あー、皆さんどうでしたか。皆さんの2019年にやった自分が好きな都市伝説あったら、もしよかったら教えてください。チャンネル登録して、お友達にも勧めて、僕たち Twitter とかもやってるので、ぜひ登録してね。チャーンス。それでは、See you. Bye.